皆様こんにちは、数学ラブです。余弦一時の整数問題を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。 30g が A 項、 42g が B 項、 70g が C 項、 105g が D 項で、合計 491g の時、 A、B、C、D はいくつですか？答えは A イコール4、 B イコール3、C イコール2、D イコール1となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。 30A 足す 42B 足す 70C 足す 105D イコール491となっていますので、この各係数を素数の掛け算で表すと、 2×3×5×A 足す 2×3×7×B 足す 2×5×7×C 足す 3×5×7×D イコール491という式になります。この中でこの一番大きい7ですね、こちらに着目してこの問題解いていくと、モッド7で 30A 合同 2A 合同491合同1となりますから、 A は4または11であるということがわかります。まず大きい方の A イコール11から見ていきましょう。この A に11を代入してあげると、 42B 足す 70C 足す 105D イコール161となりますので、B イコール C イコール D イコール1としても、42足す70足す 105D は217となり、161より大きくなってしまいますから不適となります。ちなみに B または C または D イコール0の時も不適となります。次に A イコール4の時を見てみると、A に4を代入すると 42B 足す 70C 足す 105D イコール371となります。では次にこの掛け算の中で7の次に大きいこの5に着目して、モッド5を取ると、モッド5で 42B 合同 2B 合同371合同1となりますから、B は3または8であるということがわかります。まず B の大きい方、 B イコール8の時を見ていくと、 B に8を代入すると 70C 足す 105D イコール35となり、 C イコール D イコール1としても、70足す105で175となり、これは35より大きくなりますので不適ということがわかります。ちなみに C または D イコール0も不適となります。次に B イコール3の時を見てみると、 70C 足す 105D イコール245となります。では最初の掛け算で7、5に次いで次に大きい3ですね、3に着目してモッド3を取ると、モッド3で 70C 合同 C 合同245合同2となりますから、 C イコール2と求めることができます。これを
こちらの式に代入してあげると 105D イコール105となりますから、 D イコール1と求めることができます。ですので最終的な答えは A イコール4、 B イコール3、 C イコール2、 D イコール1となります。いかがでしたか？今回は余弦一字の整数問題について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。